ウースはないので今まあこうやって切っているんですけども、なかなか難しいなと思っています。これが YouTube の場合だと 2GB で、時間は自分の場合だと15分以上の動画が統合できるので結構長い動画でも載せることができるんですが、ただメンバービジョンの場合だと 100MB 10分間ということだと、まあ、ハイビジョンだと1分間しかならないので、相当細切れの動画ばかりになってしまうのが難点かなと思っています。それとあとは、更新をする日付なんですけども、アメーバービジョンの最後の書き込みがあったのは2008年だったと思うのです。で、それから全くシステムを運営している人からのメッセージなどもないし、サービスが止まっているような感じがしています。これであんまり伸びないのかなと思っています。